所ラジオ関西です。9時になります。ヒロノツトムの走れタコ、皆さんこんばんは、ヒロノツトムです。今夜は恒例のラジオドラマをお送りいたします。母を亡くして13年、父親一人で育ててきた一人娘が恋をしているのです。それを知った父親の心境は複雑なものです。頑固一徹父親役に関西の名優三部真也、一人娘に美人歌手の青木亜紀、その恋人役に劇団ヒポポクラテスの真田広之こと柏原神宮前、そして亡くなった母親役が劇団ヒポポクラテスの新玉道夫こと山本ゆかり、通りすがりのゲスト歌手キングレコードの加山浩二、さて恋の行方はどうなることか。走れタコ劇団総出演、題してミッサン恋する娘へのブルース、お父さんのバカの巻。最後までどうぞお楽しみくださいませ。この恋だけを気持ちはわかるけど、あの子にゃ器量はかなわないとは、お前は父さんきっとあるだろう。だけどお前の温かい心はいつか届くから、お前を見つめてくれるから、生きてほしい。ここは大阪心斎橋筋商店街。おや、人通りの中に馴染みのある顔が、あれはハッピーハッシーさん。もしもし、ハッシーさん。こんばんは、ハッピーハッシーです。今日は心斎橋のヤマハでサックスの新しいストラップを買ってきたとこなんです。さすが大阪の南ですわ。いつ来てもここは賑やかな人通りです。ハッシーさん。これは歌手の青木亜紀さん。こんなとこでお会いするなんて奇遇ですね。ちょうど近所で新曲のキャンペーンがあった帰りなんですよ。そうなんですか。ちょっと寄り道しませんか。おいしいコーヒーの店知ってるんです。いえ、今日は遠慮しときます。早く帰って父に話があるんです。亜紀さんのお父さんというと、ミッサンこと俳優の三部真也さん。ええ、 NHK の朝ドラマッサンに10月1日今週水曜日から主人公のおじさん役で出演するんですよ。わあ、本当ですか。録画せんといかんな。でもミスさんにどんな話があるんです。実は私、アキさんに、ハッシーさん。あら、大きなビルから小さなベランダまで。防水工事のなにわテクノの松田社長。お二人で何をなさってたんです。僕らも偶然会ったとこなんです。奇遇ですね。私もちょうど近所で仕事ください。
キャンペーンをしてきたとこなんですよ。変わったキャンペーンですね。せっかくお会いしたんですから、ちょっと寄り道しませんか？おいしいコーヒーのお店知ってるんです。いえ、今日は遠慮しておきます。早く帰って父に話があるんです。アキさんのお父さんというと、ミスさんこと俳優の三部慎也さん。ええ、NHK の朝ドラ、マスさんに10月1日、今週水曜日から主人公のおじさん役で出演するんですよ。本当ですか？うわ、録画しなくちゃ。でも、ミスさんにどんな話があるんです？実は私、アキさんにハッシーさんに、松田社長、あら、神戸の税理士、行政書士の佐々木先生、3人集まって何をなさってたんです？まさかみんなでしゃぶ亭で宴会するのに僕だけ仲間外れにしてたんじゃないんでしょうね。そんなことするわけないじゃないですか。偶然会ったところなんですよ。そうなんですか。僕はちょうど近所で相続税法改正キャンペーンをしてきたところなんですよ。今日はいろんなキャンペーンがあったんですね。せっかくお会いしたんですから、ちょっと寄り道しませんか？おいしいコーヒーの店知ってるんです。いえ、今日は遠慮しておきます。早く帰って父に話があるんです。アキさんのお父さんっていうと、ミスさんこと俳優の三部慎也さん。ええ、NHK の朝ドラ、マスさんに10月1日、今週水曜日から主人公のおじさん役で出演するんですよ。うわぁ、本当ですか？録画しなくちゃ。でも、ミスさんにどんな話があるんです？実は、私、アキさんにハッシーさんに松田社長に佐々木先生。あら、宇宙葬から家族葬まで。葬儀のことなら何でもお任せ。銀河ステージの林社長。皆さんお集まりで何かご不幸でもあったんですか？ご不幸とはさすが目の付けどころが違いますね。水臭いな、一言おっしゃっていただければご焼香に上がりましたのに。いや違うんです、みんな偶然会ったとこなんです。そうなんですか。私はちょうど近所で死んで花見を咲かせましょうキャンペーンをしてきたとこなんですよ。ほんまにいろんなキャンペーンがあったんですね。せっかくお会いしたんですから、ちょっと寄り道しませんか？おいしいコーヒーのお店知ってるんです。いえ、今日は遠慮しておきます。早く帰って父に話があるんです。アキさんのお父さんというと、ミスさんこと俳優の三部慎也さん。ええ、NHK の朝ドラ、マスさんに10月1日、今週水曜日から主人公のおじさん役で出演するんですよ。本当ですか？帰ったら録画予約しときます。でも、ミスさんにどんな話があるんです？実は、私、おや、アキさんに、ハッシーさんに、松田社長に、佐々木先生に、林社長。あら、トイレが詰まって雨水が流れなくて困った時に電話一本で緊急出動。合同会社リフォーム匠の藤本社長。皆さんお揃いでドライしられました？人生のリフォームそうなんですか？いやいや、偶然やったんです。そうなんですか。私は今、問いが詰まらないためのつまらないキャンペーンをしてきたところなんです。ためになりそうなのにつまらないキャンペーンなんですね。せっかくお会いしたんですから、ちょっと寄り道しませんか？おいしいコーヒーのお店知ってるんです。いえ、今日は遠慮しておきます。早く帰って父に話があるんです。アキさんのお父さんというと、三つさんこと俳優の三部慎也さん。ええ、NHK の朝ドラ、マスさんに10月1日、今週水曜日から主人公のおじさん役で出演するんですよ。本当ですか？帰ったら録画予約しときます。でも、ミスさんにどんな話があるんですか？実は、私、アキさんに、ハッシーさんに、松田社長に、佐々木先生に、林社長に、藤本社長。今、広野さんの声が聞こえたような気がしませんか？いやいや、今回は広野さんはナレーター役なんで一切登場しないんですよ。そうやったか。まあ、みんなと絡みのセリフがないんや。ちょっと寂しいな。でも空耳でも声が聞こえたということは、身内にご不幸があった時、虫の知らせといって、そういうことがよくあるんです。え、じゃあもしかして広野さんが、ええ、亡くなりはったん？ご冥福をお祈りします。おい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 、また今回も死ぬんかいな。もう勝手に殺さんといてね。とにかく秋さんが都合が悪いようでしたら、私たちだけでもコーヒーを飲みに行きましょうか？そうですね、行きましょう行きましょう。僕の知ってる店はここから南に500メートルほど歩いたとこです。
私の知ってる店は北へ500メートル歩いたとこにあるんです。私の知ってる店は東へ500メートル私の知ってる店は西へ500メートル僕の知ってる店は北北東へ500メートル。みんなバラバラですやんか。ちょっと待ってね。今広野さんから電話がかかってるの。あ、はい、わかりました。今広野さんが勝呂誉さんとシャブテイでお食事中なんですって。よかったら皆さん来ませんかって。ほなシャブテイに行きましょうか。私がおごります。いやいや、私がご馳走しますよ。いいですよ、私が出しますから。いえいえ、私に任せてください。さすがタコ仲間の社長さんはええ人ばっかりですね。もちろん私はおごってもらう方ですからね。どうです、素晴らしいタコ仲間でしょう。さて、アキさんの方はまっすぐ家に帰ります。ただいま。アキか、お疲れさん。キャンペーンどうやった？ CD200 枚も売れたわ。そらよかったな。実は今日はお父さんにお話があるの。何の話や？あ、番組しやったらカレー作ってあるぞ。今日は麺類が食べたい気分だな。九州の親戚から送ってきた長浜ラーメンもあるぞ。私おうどんの方がいいな。うん、うどんなら冷蔵庫に入ってる。天ぷらはないけど揚げさんがあるから刻みうどんにするか。もうちょっとボリュームのあるのが食べたいな。そうだ、カレーがあるならカレー刻みうどんにしようっと。そっちの鍋にカレーが入ってるわ。で、話言うのはそれで終わりか？ええ、カレーうどんが一番食べたかった。あ、違います、晩ご飯の話じゃなくってお父さんに会ってほしい人がいるの。誰や？プロデューサーか、スポンサーか、作詞家か、作曲家か？いえ、プロデューサーでもスポンサーでも作詞家でも作曲家でもなくて、私の彼氏。彼氏言うたら関東大気につける。それはカラシ。ほな田んぼの中に立ってる。それはカカシ。ほな風呂場で足の裏こする。それは軽石。ほな旧ソ連軍中央アジア軍管区の部隊を継承した中央アジアの共和国の軍人。それはカザフスタンの兵士。だんだん離れていってるわよ。というかお前ようそこまでわかったな。そらそうよ、あんな話こんな話どんな話で勉強してるもの。とにかく私の彼氏、恋人に会ってほしいの。いい？そうか、お前も恋人ができる年頃になったか。喜んでやってやろう。ああ嬉しい。というとでも思ったか。ええ、うちは芸人一家や。死んだお母さんと約束したやろ、秋は一人前の歌手になるまで結婚も恋愛もせんと。まだまだお前は恋人なんか作ってる時やない。そんな絶対許さんからな。お父さんのバカ。おや、秋さんは家を飛び出していってしまいました。父親であるミッサンこと三部信也がちょっと寂しそうにゴロンと横になっておりますと、にわかに電球が薄暗くなり、生暖かい風が窓から吹き込んできたかと思うと、風に乗って青い人玉が部屋に流れてきます。人玉がミッサンの枕元でぼーっと輝いたかと思うと、スーッと女性の姿が現れました。ちょっとミッサン、ミッサン寝とんのかい？なんや、ゆかりかいな。どないしてん？どないしてんやあらへんわ。人がせっかくあの世から帰ってきたった言うのに。お前はしょっちゅう帰りすぎなんや。今年で13回忌やろ。ええ加減成仏してくれや。なあ、私の姿はあんたにしか見えへんのやからええやないの。まあそうやけどな。で、今日は何しに出てきたんや？秋のことが心配で。そうか、秋と言うたらな、彼氏ができたらしいんや。あの、カントだけにつけるやつ。そら、カラシや。ほな、田んぼの中に立ってる。カカシや。ほな、アフガニスタンでかかとこする。なんや、ごちゃごちゃになってるぞ。とにかく、彼氏なんか許してあげまへんで。あの子はまだまだ歌い手としては半人前や。一人前の歌手になって、紅白に出るまで、色恋は禁止やとよー言うときなはれ。それに。それに？あの子の結婚相手は私が決めてますね。お前が決めた結婚相手がおったんか？それ誰やねん？あれは13年前、
私が風呂に入るとき間違えて足から入らんと頭から入って溺れ死ぬ前の日のことやった。ほんま葬式のときこんなアホな死に方した人初めてやと葬儀屋の銀河ステージの林社長が言うてたな。あの前の日私がヒョウ柄のセーター着て新世界のズボラ屋から出てきた時のことやった。お前あの日ズボラ屋行ってたんか。そうや、てっちり食べて爪楊枝で歯をせせりながら歩いてたら落としたんや。爪楊枝をか。ちゃうちゃん、コンタクトレンズや。爪楊枝加えて手探りでコンタクト探してたらおばさん手伝いましょうと声をかけて一緒に見つけてくれた好青年がおった。ええ人や。見つかったコンタクトをつけてその兄ちゃんの顔を見た途端、アキが将来結婚する相手はこいつやと確信したんや。一目で直感したわけか。どんな男やった？顔はビリケンさんに似とったな。ビリケンさんか。ほんで名前は？わからんのや。聞かんかったんかいな。尋ねたんやけどな、名乗るほどのものではありません言うてそのまま通天閣の方へ去っていったんや。ビリケンさんが通天閣へか。それ以来幽霊になってからもあちこち探し回ってるんやけど拉致があかんのやわ。名前だけでも分かってたらな。二人が、いや人間一人と幽霊一人がため息をついている頃、娘の秋は彼氏と二人でやっぱりため息をついておりました。はあ、というわけで郡司さん、父は私たちのことを許してくれそうにないの。僕からお父さんにはっきり言ってみるよ。父は頑固者だから取り合ってくれないわ。でもこのままでは僕らは一緒になれない。当たって砕けろだ郡司さん。明日にでも君の家に行ってお父さんと掛け合ってみるよ。明日サンテレビのプレミアム歌謡ショーの収録が大阪であるの。それが終わったら一緒に父に話しに行きましょう。うん、君のことは僕が必ず幸せにする。さて運命の翌日がやってまいりました。では青木明の歌うスタジオを覗いてみましょう。あれ、スタジオを間違えてプレミアム歌謡ショーではなく演歌花舞台の収録スタジオに間違えてきてしまった。ちょうど今人気急上昇中のエンターテインメント加山浩二さんが歌うところです。バカとアホを一つにまとめ足して二で割るお人よし、馴染みの酒場で一人酒、俺の人生いつでも演歌。キングレコード加山浩二が歌います。演歌一代、張り切ってどうぞ。バカとアホを一つにまとめ足して二で割るお人よし、演歌と演歌流行り歌、歌の文句じゃないけれど馴染みの酒場で一人酒、俺の人生いつでも演じか。はい、オッケーです。ありがとうございました。ポポン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 、加山浩二でございました。こうちゃんからのお知らせでございます。いい夫婦の日、
11月の22日ホテル清流におきまして、小田純平さんの作曲によります新曲の発表会でございます。ぜひみんな来てよ来てよ、ポポンポンポン待ってるよ。リフォーム匠からのお知らせ、あ、ごめんなさい、失礼いたしました。大阪府警よりのお知らせです。今日午前10時ごろ、郵便局に2人組の強盗が入り、現金5000万円が盗まれました。犯人は現在も逃走中です。不審な人物をお見かけになった方は警察の方へ連絡願います。さて、一方のプレミアム歌謡ショーのスタジオでは青木亜紀が歌います。季節は流れて悲しみを隠した心に降り積もる白い冬、さよなら言えばまた一つ過去が浮かんで辛くなる。終わったから行きましょう。よし、必ずお父さんを説得してみせるぞ。勢い込んで父親の前に頭を下げる二人。あかんあかん、二人の仲は絶対認めんぞ。そこをなんとかお願いします。お父さん、君にお父さんと呼ばれるような筋合いはない。とそこへ駆け込んできたのが黒ずくめの二人組。アキさんの腕をつかまえ、首にナイフの刃をつけます。おい、みんな静かにしろ。騒いだらこの女の命はないぞ。お前らは郵便局強盗で追われてるんや、逃走用の車を用意しろ。軍司さん助けて。二人とも待ってくれ、人質なら俺がなる。その人は俺の大事な人なんや。うるさい、近寄るな。痛い。軍司さん。強盗の振り回したナイフで秋の恋人柏原郡司の腕が傷ついた。その時、何さらしとんじゃ悪い。いてててててなんやこれは。鍋が勝手に飛んできて頭を叩きよる。兄貴逃げましょう。逃げよう、ここは化け物屋敷や。二人組の強盗も幽霊にはかないません。方法の体で逃げ出します。アキ、怪我はないか？あれ、今お母さんの声が聞こえたみたい。お母ちゃんはな、お前が心配でここへ出てきてるんや。お父ちゃんには見えるんや。じゃあここにお母さんがいるの？お母さん、ありがとう！アキ、立派に育ってくれて
ありがとう。お母さんはな、お前が一人前の歌い手になるまで恋愛は禁止やと言うてはる。だからこの柏原郡司君にはお前と別れてもらうように。いた。お前どうしてん。どうしたもこうしたもない。この柏原さんの顔を見て思い出したわ。この人がビリケンさんや。ビリケンさん。柏原さん、君もしかして13年ほど前に新世界のズボラ屋の前でヒョウ柄のセーター着たおばちゃんの落としたコンタクトレンズを拾ってあげたことはなかったか。そう言うたらそんなことありましたわ。爪楊枝くわえたままえらい困ってはったから一緒に探してあげたんです。そう言うたらあの人、顔や洋服の趣味がどことなく秋さんに似てたような。似てるはずや。あれは秋の亡くなった母親やったんや。そうやったんですか。そんなご縁があったとは。君があの運命の人やった以上もう反対するわけにはいかん。秋と郡司君の仲を僕も認めよう。ありがとうございます。お父さん、ありがとう。秋さんのことは必ず僕が幸せにします。郡司さん。痛い。ゆかり、どないしたんや。このビリケンさん、そばで見たら思ったよりええ男やんか。秋にはもったいない。私がもろていくわ。おい。うわ、何かに引っ張られる。郡司さん、どこへ行くの。助けてくれ。さて、これからどうなりますことやら。気になるところですが、お時間となりました。では、ごきげんよう。さようなら。この恋だけを気持ち。ただいまの出演、広野勤、三部真也、青木明、ホリデージャパン、佐々木康次、林秀夫、松田雅子、藤本富一、ハッピーハッシー、超万次郎、伊藤哲夫、山田真由美、山本ゆかり、劇団ヒポポクラテス、柏原神宮前劇団ヒポポクラテス、加山浩二キングレコード、録音編集小川雄也、脚本三部真也、演出広野勉。以上でお送りいたしました。次回のドラマは12月29日の予定です。それでは来週の月曜日までお元気で。とても美しいけれども、父さん誰よりもお前が一番綺麗に母さん恋したあの頃のときめき、いつも感じてる。若い時には傷ついて心の迷う日々だけど、必ず笑える日が来ると、希望を持って生きて
ってゆくのさ。人との出会いは人生の歩みを決める道しるべ。男心最後には優しい人に傾くよ。それから愛してくれるから、希望を持って生きてほしい。希望を持って生きて。See you.